ベロベロ人の藤原です。本日も、生ライブですね。ちょうど今20時になりました。はい、前回すみません、30分以上遅れちゃったんですが、今回はきっちり、時間通りに行けたかなと思います。で、いつも通りなんですけれども、明日オンラインストアにアップされる商品を、ご紹介いたします。ご購入は、オンラインストアのみになっております。ご了承ください。あとお問い合わせの方はですね、11時から18時までスタッフ在住の時間帯でお店の方にご連絡ください。対応いたします。あと概要欄の方にね、詳しくは貼ってますので、そちらチェックしてみてください。で、今日はですね、最後に先にちょっと商品を紹介させてもらおうと思うんですが、最後に、ちょっと発表したいことがありまして、今回生ライブにさせてもらいました。ちょっと商品紹介終わった後に、発表させてもらいます。ではまず、こちらチャンピオンの T シャツです。はい、はい、バータグのラージ、はい、リンガー T シャツの USAFA ですね。染み込みです。ちょっとね、小穴がポツポツあります。リペアの跡が。はい。まあ、そんなに目立たないんですが、ちょっとこう、若干シミがあったりとか。はい。それも踏まえて、6800円に消費税。安いですね。はい。こちら、チャンピオン。トリコです。トリコタグです。はい、サイズラージ。これもね、染み込みのプリント2段。サイズラージなのでね、はい、僕がちょうどいいサイズです。昔ね、僕もこれ同じ T シャツ持ってました。ちょっと手放してしまったんですけど、はい、こちら7800円に消費税。88ボディですね。はい。はい。スペシャル T シャツ、ちょっと今回、ドンといっちゃいます。チャンピオンプロダクツタグですね。こちらエクストララージで、サイズ46って書いてます。まあ、46ちょっと大きめですが、まあちょっとこの辺ね、ゆったり着ていただければ、僕で多分中に T シャツ入れてちょっとダボっと着れます。うん、はい。まあ染み込みのね、 AAAなんだったっけな、アーミーアスレチックアソシエーション実は今日はね、観客がいましてはい、いろいろと見て楽しんでもらってます。こちらに、はい、68染み込みのね、この AAA とかの中にね、あと AFA とかもありますけど、68年ってことですね、リアルに。はい、こちら、まあ状態はまあ綺麗です。はい、こちらで39,800 円に消費税。サンキューパス。これはおすすめですね。チャンピオン好きには。はい、続きまして、いつも紹介させてもらってます。ファイブブラザーズの寝るシャツなんですが、今回はまさかのデッドです。デッドストック。フランネル。はい。いつも僕が紹介させていただくラージ。サイズラージ表記です。もうこの、ちゃんとね、フラッシャーもついてます。ここなんかもうシールまで、はい、シールまでついてます。でこの状態でしたら、はい、もうちょっと僕はゆったりします。でこれ洗ってね、縮みが出てちょうどいいサイズになると思います。色目も綺麗ですね。この緑黒ベースで、いつもね、ほんとここ最近寝るシャツ紹介していただいたのはほとんど売れてますので、デッドから着たいという方はね、持ってこいかと思います。こちら通常ね、ユーズドで6800円でうち販売させていただいてますので、こちらちょっとね、倍って言ったらですけど12800円に消費税。1ニッパーです。うん、デッドストック。そして同じくです。はい、こちらもファイブブラザーズ、はい、サイズラージのデッドストックですね。こちら同じです。でこちらもサイズラージ、これもね、綺麗な色目ですね。この赤と白とグレー。はい。合わせやすい色だと思います。
デッドストックいいですね。こちらも同じく1万2800円に消費ですね。1立派、うん、はい、続いてラングラーのシャンブルシャツ、まあ、ウエスタンですね。はい、これベル付きでサイズは14の33。はい、トップボタンがね、一応こっちのボタンで、下がスナップボタン、これザラザラの、まあいちごみたいな感じですが、ブツブツです。はい、状態はね綺麗です。はい、14サイズ14だと、まあ僕はねかなりちっちゃいです。まあ、いわゆる S サイズみたいなサイズですね。こちらちょっとスペシャルプライスなんですよね。19,800円に消費です。19%、60年代ですね、ちょうどベルが入ってっていうこの年代が。はい、19%安いと思いますね。はい、続いて、こういうストライプのねテーラードシャツ、あのテーラードジャケットですね、すいません、テーラージャケット、まあ黒と今回2枚あるんですが、まあネイビー白っていうとね、ちょっとイェール大学を思い浮かびますね。はい、まあ、自分が着てちょうどいいサイズがね、表記で42です。はい、コットン素材で、あのストライプ、はい、ちょうどね年代的に50年代あたりだと思います。状態はねすごく綺麗です。サイズはちょっと着てみましょうかね。あ、やっぱりここが42でちょうどですね。はい、このサイズ感です。そうだ、生内部だと試着できるというね。はい、僕はちょうどです。まあデニムとかもちろん相性いいですね。はい、後からこうワッペンなんかつけてもかっこいいと思います。はい、ちょっと僕だったら Y ってつけたいですけどね。はい、非常にいいと思います。一応50年代の、ストライプのテーラーズ、こちらで29,800円に消費税ですね。29%。続いて同じくこちらも、まあ、年代的にはね、同じぐらいだと思います。50、60年代、こちらも一応60年代って書いてますが、よいしょ、ちょっとこのね黒白のストライプになると、まあレフリーのねジャケットとかを思い浮かべます。こちらもサイズ表記はちょっとねないんですが、先ほどのよりちょっとちっちゃいかな。うん、これで40ぐらいじゃないでしょうか。結構似合うと思うんですけど、はい、ちょっとねインスタライブもやると思ってここに携帯置いてるんですが、電波が今日悪すぎて、ちょっと自分の鏡代わりに使ってます。はい、このサイズ感です。こちら黒白のストライプですね、テーラージャケットで、お値段25,800円に消費税、25%です。うん、結構かっこいいですね。はい、続きましてこちらアウトドアの LL ビーン、はい、LL ビーンのまあナイロンのコーチジャケット、まあこちら定番ですね、このチンストラップ付き、はい、80年代ですね。緑で、サイズがですね、M サイズぐらいだと思います。自分が、うん、手帳ですね。はい、こちらナイロンの状態も相当綺麗です。はい、はい、
こちらも定番ですね。毎回、紹介させてもらうと大体いつも売れてます。裏地もこのネイルもすごい綺麗ですね、はい、こちらで12,800円に消費税です。1ニッパー、はい。続きまして、ビッグマックのカバーオール、まあ60年代ぐらいですね、このビッグマックのプリント、はい、まあまだ色も濃いと思います。だいたい 70%、まあ、80% だと言いますけど、状態はね綺麗です。サイズがちょっと肩幅から見て42ぐらいだと思います。自分が着て、はい、このぐらいです。ちょっとゆったりしますね、はい、撫で型の僕には少し落ちる感じで、だいたい42ぐらいだと思います、はい。60年代ビッグマックのカバーオールで、こちらで 15,800円に消費税、15%。この辺は安いね、うちは。はい、続いてですね、今回はさあヴィンテージに行きましょう。僕はこちら実は大好きで、いわゆる、スティーブ・マックイーンが履いたと言われています、マックイーンパンツ、ベルトレスですね、こちら、はい、ベルトレスって言い方なので、もう言ってみればベルトループがついてません、はい。1960年代の、スリムフィット、まあ、コーディロイなんですけれども、ロット番号が 6670B、はい、でウエストのサイズがですね、ウエスト30のレングスが28、はい、のこちらデッドストックになります。マックイーン好きの方ってね、結構いらっしゃると思います。僕も実際好きで、こちらコーディロイと、もう一個さ、白ホワイトのパンツも持ってます、まあ、ちょっと僕はねさすがに全然ちっちゃいんですが、でこの辺のねスリムフィットだったらレングスがね短めの方がかっこいいと思います。キュッともう短く、まあ少しね若干の汚れと言いますか焼けっぽいのはありますけど、こちらも普通に洗濯してもらえば綺麗に取れると思いますので、赤タブのいわゆるビッグイン、スプリントのビッグインなんで60年代ですね、はい。こちらマックインのコーディロイパンツ、デッドストックで3028、こちら79,800円に消費税です。79%。いやー、これはねもうスパッといくでしょうね、はい。うちのパートナーが欲しがってますこれ。サイズが合わないですけどね。はい、はい、すいません、今日はですね、明日が5月の7日ということは507とやっぱ思いまして、僕もちょっとね来てはいるんですが、今日はですね、まずは、こちら、まあいわゆるボーイズのサイズですね、はい、リーバイスセカンド507、はい、これサイズがですね、おそらくなんですが、10歳とか12の少し縮みかなと、はい。すごいこういう言い方ですけど、小柄な女性だったら切れちゃうかもしれません、はい。あとは、ちょうどね昨日もファーストの小さいのを出させていただいたんですけど、すぐに売れてしまいました。お子さんに、はい、着させるのにも、まあヴィンテージ好きのねお父さんになればちょっと頑張ってあげてください。しかもですね、こちらセカンドの片面です。片面多分固めた見える、はい。1953年スタートですね、セカンド、ということは片面タブっていうのは実際1年しか作られてないです、はい。ちょっとだけね後ろに、まあ、なんかステッカーワッペンですかね貼ってた跡が少しだけ残っちゃってます。まあそんなに気にならないかなと、はい。
多分うちの長男がちょうどいいサイズかなっていう、はい、このセカンド、まあ、いわゆる507 BWX ボーイズですね、はい、の片面です。こちら9万8000に消費税、はい、ちょっとパパたちこっそり買ってもらっても、はい、続いてさらにちっちゃいのいきます。はい、これね、逆に探して本当に出ないです、こちらも、まあ、いわゆるキッズですね。で、先ほどのこちらと何が違うかっていうと、もう見ていただくと、まあ、サイズも違うんですが、ボタン、こちらはね、ボーイズサイズだから通常のね、セカンドのボタンと同じサイズですね。こちらから今度こっち、今度これ一応ね、僕が今まで見たかった多分0時の6歳、はい、が縮んだサイズかなと思います。そうなってくると、あのリーバイスの言う下のボタンですね、小さいボタン、小ボタンが使われます。全部で、先ほどのやつはボタンが通常ね、僕もそうですね、5個ですが、このキッズになってくるとボタンが4つになります。はい、さあ、ね、まだうちの、実は娘もね、これ同じサイズ持ってまして、4歳ぐらいまで着てました。なので結構小さいお子さん、まあ逆に言うと2歳ぐらいからね、ちょっとダボっと着せても可愛いですし、キッズサイズ本当にね、なかなか出ないです。はい、ましてこのサイズって特に探してもなかなかね、昔が古着屋さんの上に飾ってあって、売り物じゃないですとかって言われる感じだったので、こちらキッズのセカンド、ボーイズのね、まあ、6からで縮んでます。こちらで5万9800円に消費税ですね。59%。さあ、まあ2、3年は着せれると思います。あとはね、大事にこうコレクションにしてもいいと思います。はい、じゃあ続きまして、セカンド 507WX ですね。こちら、パッチは取れてしまってます。で、ここのステッチが縦1本抜けてます。あとこの下チェーンステッチ、チェーンステッチ、はい、パッチはないんですが、紙パッチの年代ですね、はい、まあ、1950年代後半、はい、サイズが、38縮みですね、はい、ちょうどパッチが残ってた38が少し縮んだサイズだと思います。はい、僕はちょっとちっちゃいですが、全体的なね状態は悪くないです。襟元ちょっとね、気持ちリペアが入ってます。ただこれからの時期、まあ、一番ちょうどいい色合いじゃないでしょうか。こちらで、15万8000円に消費税 15%、うん、はい、続いてちょっと声のきました。こちらもね、同じく 507WXこちらは、ステッチ入り方、はい、ウエストチェーンシングル、まあ、パーツ見てですね、パッチもこれ取れてしまってるんですが、こちらレザーパッチです、はい、でタブはこちらは両面タブですね、うん、両面タブ、両面タブのレザーパッチ、先ほどのね、こちらより気持ちサイズ感少しだけ大きいかなと、ちょっと40縮みのサイズかなと思います。はい、まあ、40縮みだとちょっと僕もこれちっちゃいんですけど、こちら一応背中にね少しリペア入ってます。はい、ここと叩き、ここのここにもですね、あとね肘ちょっとリペア入ってます。はい、ちょっとねリペアの感じがそんなに上手ではないです、ちょっとステッチの色合いが、まあ、この辺はねちょっともしねご購入していただいてってなっちゃいますけど、上手なねリペア屋さんに出していただいて、まだまだ色の具合は色濃いです。袖口も色めちゃめちゃ綺麗ですし、うん、ですね。こちら507レザーパッチ、サイズがまあ38ぐらいです、実寸で。こちらで17万8000円に消費税、まあ、リペアもねあります。ただまあ全然普通に
着れる程よいこう色落ちですね。まあ濃いといえばまだ濃いです。はい、こちら17パー。はい、これからでまあ最後なんですが、フェイクアルファの方から、はい、まさかのデッドストックありますということだったので、持ってきました。明日オンラインの方にちょっとアップしようかと思うんですが、ちょっとこうこっちから行こうかな。こちら先ほどのキッズですね。キッズサイズが10って書いてます。はい、サイズ10 507BWX ですね。ボーイズ、はい、紙パッチの、まあ、いわゆるボーイズサイズデッドストックです。ぜひコレクターのお父さん、お子さんのためにか、まあね、そのまま飾っておいてもいいかと思います。まあ、説明するまでもないですね。まあ、ジャケットのデッドストックってもうパンツより本当に出ないので、ここは逆にお探しの方いたら、はい、いいと思います。キッズ紙パッチの 507BWX 258,000 円に消費税です。はい、これがね今メンズで出てきたら大変なことになると思いますね、値段が。はい、続いてこちら先ほどのサイズより一つ上かなと思います。はい、レザーパッチの上に紙の、はい、12と書いてます。12と書いてレザーパッチには28みたいな、これウエストじゃないかって思うんですが、はい、507BWX こちらレザーパッチです。レザーパッチのボーイズの12、はい、先ほどねこちらユーズド、これと比べたらまあ近いサイズかなと。はい、レザーパッチのこちらもデッドストック、しかも片面です。片面のセカンド、先ほどね説明こちらも片面だったんですが、片面片面です。これね2点買われる方もいるかもしれませんね。1953年1年だけ、はい、セカンドボーイズの12です。デッドストック、こちら298,000円に消費税。なんかあれなんか5万円4万円しか変わらないってちょっとあれですけど、なんかこっちが安く感じますね。はい、たまにご質問を受けるんですけど、これでメンズサイズ42とか出たらいくらですかって最近たまに聞かれますね。150万とかですかね、今だったら。そう考えると29万ってなんか安く感じますね。はい、こちらのフェイクアルファの商品2点、はい、セカンドのデッドです。ちょっとコレクターの方ぜひね検討してみてください。はい、今日の紹介は商品の紹介以上になります。いつも通りですが、買い取りと、委託販売の方、常時行っておりますので、お店の方にお問い合わせください。私の方は対応させていただきますので、まあ昨日もねまたジーパンが5本6本届きました。はい、引き続き行っておりますのでご連絡いただければと思います。はい、でですね、まあ本日ちょっと生ライブにしたのも一つなんですが、一応皆さんこの本、デニム好きな方いろいろと読んでいただいていると思います。まあお持ちの方本当にありがたいんですが、今からだいたい5年前ですね、私と茨城のですね水戸にあるスマイリーという、はい、お店のオーナー川又くん、僕もねもう20年来のお付き合いなんですが、彼と一緒にこちらリーバイスの 501WX の方を2人でこう、ね、作らせていただきました。発売されてね5年経つんですが、実は、これのね続きという言い方なんですが、
もう 何回かね、インスタグラムとかでも少し紹介してたんですが、実は G ジャン、まあいわゆるファースト、セカンド、サード、こちらはね501XX のみで、51本載せて、全部載せさせていただいて、こういったね形で作らせていただいたんですが、続いてが、いわゆる G ジャンの本というのを、作成しておりました。まあ制作時間としてはね少しかかってたんですが、本来本日5月の6日、なぜかというと、まあ当然ですけど、506WX、 まあリーバイスのね、最初といえば G ジャン506です。ロット番号の506に合わせて5月の6日に、G ジャンの本を発売する動きで動いておりました。今現在ですね、もう、中の写真、あとは、文章等川端くんの方も頑張ってくれまして、あと最終チェックという段階で、リーバイスのサンフランシスコの方にデータを送っております。まあ、今回ですね、この501の本から、リーバイスのね次の G ジャンの方は、正式に公認本という形で出させていただく運びで動いてました。ただですね、今回コロナの影響ですね、本当このコロナウイルスのあれで、サンフランシスコのね本社の方もちょっと完全にストップしてしまったという報告を受けまして、私どもも最終的な、チェックをお願いしているんですけれども、ちょっと今のところまだ、最終チェックができないという状況になりまして、今回5月6日発売予定だったんですが、伸びてしまいました。ちょっとね、ここ最近僕もですね、正式にこう皆さんにお伝えできなかったので、ちょっと今日はこの場を使ってね、まあ、発表といいますか、させてもらおうと思って、ライブにしました。もう川端君ともね、いろいろと、話し合って打ち合わせ等をしてます。で、リーバイスの本社の方からですね、回答がありましたら、もうすぐにでも出版社ワールドフォトプレスさんです、こちら。まあ、前回ねこれ作っていただいたワールドフォトプレスさんの方で、またやっていただくんですが、今まだね何日に、発売しますっていう正式なことがまだ言えません。ただ5月を6日を目指してたってことだけはちょっと皆さんにお伝えしたくて、本日こういう形で発表しています。で、今回ですね、この次の G ジャン本に関しては、やはり、ファースト506から始まり、507セカンド、これを次のサード557、ここまで、まあ、タイプ1、タイプ2、タイプ3と、この、まあ、3つ、いわゆるそうですね、リーバイスでいうファースト、セカンド、サードを、全部こう凝縮させて、全部この501の時よりこうボリュームあるような形で、一応作る形になっております。もうね内容等は、内容といいますか、まあ、写真自体とかっていうのはもうほぼできてはいますので、自分たちはチェックできていますし、満足いく形になってはいるかなと思います。で、今回ですね、リーバイスの、本社の方ともいろいろと打ち合わせさせていただいて、この本に対して、次の G ジャン本、を出させていただくにあたり、今回ちょっと特別なね、限定商品というのも、リーバイスの方で制作していただけるような形になりました。こちらもね、おいおい本の、正式に発売日が決定しましたら、ちゃんと告知させていただこうかと思っております。まあ、そういった限定商品もね、作っていただけることになりまして、まあ、ちょっとこんなね、コロナの影響で、まあ、暗い今世の中って言ったらですけども、ちょっとね明るい話題になればいいなと思って、はいたんですが、ちょっと今回伸びてしまったということを、報告したくて、今回生ライブをさせていただいています。ちょっとしつこいですが何回か、まあ、で今回ですね、一緒なんですが、こちら501の本、こちら限定の本と、通常版、まあ、限定の方はですね、デニムを任せていただいて、まあ、デニムカバー限定で、
当時501冊販売させていただいたんですけれども、今回も、この特別版の限定本も、一応制作を考えております。はい、そちらもね、また正式に、日にちが決まり次第発表させていただきますので、皆さん本当に、期待して待ってくださいというしか言えないんですが、そういう形で今日は発表させていただきます。はい、じゃあお疲れ様です。お疲れ様です。うちのスタッフも今仕事終わりましたので、問題なく終わってます。はい、はい、まあ僕もやっと発表できてホッとしてます。あ、はい、すいません。では失礼します。はい、お疲れ様です。皆さん、ね、パートナーの川端くんも今見てくれてるかなと思いますが、皆さんに、ね、結構こうすごい期待して待ってくださったりとか、まあ僕もお店の方にね、お客様来ていただいて、どうですかっていうのとかっていうよく聞いていただいてましたし、自分の方の口からね、ちゃんとこう皆さんにお伝えしないとと思ってましたので、この5月の6日に発売できなかったのがちょっとね悔しいんですが、まあでもね、焦って出すっていう形よりはきちんとしてからね、出版できたら一番いいなと思ってましたので、この本のね横にぜひ置いてほしいなと思います。自分もね、今回、このじいちゃんなんかもそうですし、自分の持ってるじいちゃんなんかも、ちょっと今回本に載せさせていただいたりとか、はい、紹介できるものも、数多く、あとは本当にやっぱりね、僕自身川端くんと今回載せさせていただく、じいちゃんので、やっぱり初めて見たものっていうのも、結構ありましたので、そういったものがね、やっぱり日本に存在するんだなと、今回もですね、ジージャン何十着か、載せさせていただくんですが、ね、いろんな方からちょっとご協力いただいてお借りしたりとかしてます。でやっぱりこんだけ素晴らしいね、ジージャンが日本にあるんだなっていうことが、なんか逆にこう日本だけではなくね、世界中の方々にこの本読んでもらえたらなとも思いますし、次のね、ジージャンの本なんですが、そういった形で、まだいつ発売ですとかっていうのはちょっとはっきりはね言えないんですけれども、リーバイスの本社から回答返信があり次第、動きまして、あ、ここで、もう発売日が決定だって決まったら皆さんの方に、告知させていただこうとは思っております。なので、ちょっとね、本日は5月6日なので、こういう形で、遅れてしまいましたという報告ですが、これで重大発表というふうに歌いましたけれども、皆さんにお伝えさせていただきます。はい、こんな形でよろしいでしょうか。では、またこの、本に関しては告知いたしますので、必ず、ね、このコロナのこういった状況がね、早く回復してもらって、正式に発表したいと思ってますので、その時はぜひよろしくお願いします。では本日は、こちらで終了しようと思ってます。これは買えないんでしょうか。買えないです。はい、またいろいろ決まりましたら報告いたしますので、よろしくお願いします。